はいよ、ゴンチャークレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はスペシャルゲストに来ていただきました藤川球児さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、はい、藤川さんのチャンネルの方でも今日同じ日に動画が上がってると思いますので、ぜひ見てください。藤川さんの方では2本上がるんで、はい、2本ともすごいいい動画になってるんで、クレイさんに頑張ってもらいましたいやぜひ見ていただければと思います。はい、ということで僕のチャンネルの方ではですね、純正のリアタイガチ対決をやらせてもらおうかなと思っております。クレイコール F 掴んでますよ。ちょっとさっきは藤川さんの配球にかなり苦しめられてるんでそこだけは怖いんですけど、まあ、今回純正ということで僕のチームはこちらに、はい、最近の選手が多いんですよね、うん、でまあまあ金本さんとかまたいるんですけど、いやでも全体的に限界突破も進んでますし、普通に強いオーダーですよね。だけどバースかける岡田、うん、これがいないっていうのは自分の中で辛いところで、うん、この後のガチャの方でも出たらクレーター連絡してください。出ましたよ。あ、出たら全力で行きますから。僕の今のまあ売り場では鳥谷は全部できたんで、はい、特訓が1個足りないんですよ。あと2ですね。金ないんですよ。お金はあるじゃないですかプロスピコインがないコインですもんね。コイン、はい、コイン、まあ、ピッチャーで投手、まあ、投手がやっぱまあちょっと A がちらほらって感じ。そうですね。ただちょっとやっぱ阪神の投手陣は結構難しくて、純正実は僕もある程度阪神純正組めるんですよ。ちょっと見ていただいてください、はい、これです。見てください。バース掛布、岡田さんは全部やばい全部入ってます。うわ、めっちゃすごいやん。これ合体させたらめちゃくちゃいいオーダーになりますよね。ブラゼルも結構いいですもんね。打ちやすいです。めちゃくちゃメンバーすごいわ。藤川さんは取れてないです。どうしても当たらなくて。あ、そうですか。で A ランクはもういつでもその速攻で極められるようにいます。バッチリ。あ、本当や。去年のうちに集めてくれたんですね。去年まででしかいなかったですから。僕の純正オーダーも藤川さんに1回目通してもらって。え、これは DNA? DNA です。え、谷繁さんそっちでいるんだ。谷繁さんは未だにずっと横浜でしか出ないんですよ。あ、そうなんです。中日バージョンがずっと出てなくて、中日ファンの人からは結構出てほしいみたいな声も。多分あれなんですよね。これ多分どちらの OB に所属してるかっていうのはあると思う。これ1回プロ野球の OB 連盟みたいなところに連絡が小波さんからあってからの、まあ、そのうち出るんじゃないですかね。だけど、うんうん、許可は自分たちが決めるんですよ、うんうん、あのどうしますか、うん、出したいんですけどっていうオファーがあって、全選手じゃないから。そうですよね。はい、ありがとうございます。めっちゃ貴重な話で、投手はこんな感じです。投手がちょっとやっぱ DeNA は厳しいんで、ぶっちゃけリア台的には。平対戦したことあるな。平選手が一応使いやすい、最近のものだったら一番強い。ロメロ選手はいましたね。ちょっと僕は今日このロメロでいこうかなと思います。あ、予告先発ですか。はい。うわー、迷うな決まりました。はい、秋山投手で予告先発。もう先行もらっていいですか。攻撃できそうにないので、下手したら攻撃できないかもしれない。じゃあちょっと球場はさっき甲子園だったんでハマスタにさせてもらって、最後に僕が藤川さんの登板を現地で見たのが、はい、あのクライマックスだったんですよ、ハマスタ。あ、雨降ってる時。そうそうそう。え、来てたんですか。最後の第3戦僕現地にいて、で、筒香さんの最後の打席とかもそうですし、はいはいはい、抑えられたっていう20、あ、そうそう、雨目線だったんだ、あの時は。2019年だ。そうです。筒香選手、三振かなかった。三振でした。足滑って、こんなんやろ。あ、やばい。そんな感じ。大変な記憶だったんですね。その時の敗戦がすごい頭に僕は残ってるんで、リベンジを勝手にしたいなっていう。絶対させへん。あれクライマックスの話したから、先発ピッチャー変えた。変えましたね。西はあの時ノックアウトされたから。そうですね。1回かなんかで6点ぐらい取られてノックアウトされた。リベンジじゃ。よろしくお願いします。この上つけたいな。上のリボンですよね。リボンがすごいから。さあ、ロメロ。ロメロ対戦したことないんじゃないですか。ないです、ないです。ないけど、まあ、球種がね、少ないから。面白いですね、ロメロ選手が。あ、打っちゃった。まっすぐが160キロなんで、実際多分日本来て早かった。日本来て全然早い。投げてないですよね。スピード早かったんですよ、だって。取れ。一押しですね。一押し。一番期待します。藤川さんが本当にバッティングが良すぎるんで、さっきもホームラン。あ、うわぁ、それ言われぞ、一回。サンズ、セカンドランナーおるからな、ちゃんと覗いておくよ。使えない。覗いてないから、阪神はサイン無視もやってません。それだけ言っとく。いや、もう今のはそれ使ってください。やってませんから。
僕も疑ってないですよ。あれ、まだもう、だってそもそもなんかホームベース側からの映像かなんかがあって、そう、あれ絶対やってない、絶対やってない、選手たちやってないって言ってました。そんなんするはずない、うん、ほらほら、あら、やばい、寝切るともない、メンタル削ってきました。よし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 、怖い、よいやー、外れすぎだ、それは。ロメロ、コントロールがね。よしよしよし。ちょっと外れすぎました。入ってないか。入ってない、マルティマルティマルティ満塁ホームラン、ロメロ・マルテ、同じ南米系の選手なんで。ちょっと待って、マジやばい、変えます、まっすぐ待ってました、狙ってました、だからツーシームとか見送ってたのもあったんですけど、はい、もう DNA にいないですけど、フクロムさんには打たれるイメージしかない確かに DNA ファンをちょっと、そう、福留さんと大山さんにはやられてる印象しかない。そう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 、めちゃくちゃ打つんですよ。やっぱなんかあるんですか、ハマスター。狭いです。ああ、いや、なんか球見やすいなとか、野手になんか狭いんですよ。狭いだけですか。球場が狭いから簡単にホームラン打てるんで、野球上げちゃえば。だから野球が全く違う。ピッチャーの方々はあんまり関係ないと。そしたら、まあ、逆利用します。あのハマスターの時と甲子園の時で投球スタイルちょっと変えて、まあ、僕は、まあ、他の選手はあんまりできてなかったから今まであんまり良くなかったけど、ある程度みんながそのあたりはできるようになってくる。西選手が配球が光るタイプのピッチャーなんで、コントロールいいですし、見えてるな、見えてるな。いやー今ほんとギリギリまでどっちかがストライクかボールか迷いました。うわ、田村選手これはいいバッターだ。めちゃめちゃ打ちやすいですし、能力も高いんで、めっちゃ好きな選手なんで、抜群の選手。あれ、おかしいな。早いよ、タイミングが早いはず。緩急がいいっすね。いや、マジか。よし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 。やばい、完全にしてやられてる。やだやだ、抑えられん。どうしよう。クーリー、クーリーな、ウロッテ。どうしよう、投げる球がない。あ、打ってしまった。しかも、なんでそんな簡単に手出すの阪神の選手はいくらでも後輩選手だと言えますもんね。全然言えます。マジか、通用しない。藤川さんに言えない投手陣がどうしよう。そうですね、あ、三上選手ね。俺も対戦あんまないんじゃないですか。ないです、三上選手は。あ、これちょっと心配されてますね。え、これです。何今の、取るんかい。ムービングファストです。あ、そう、ムービングは右と左どっちに行くか動く、投げてる方も分かんないですよ。だから通称ガチャ投法って呼んでるんですけど。あっ、さっきマンデホーマン、うわーし、危ねえ。3イニングなんで7アンダーやってるんで、もうやばい、マジ打たれまくってる。西選手から筒香選手はあの時打ってますからね。本当やね。いや、おお、抜けた。いい。マルテじゃないのファースト。ちょっとロペスやったら取ってたっす、ね。ロペスの守備めちゃくちゃうまいから。タイミング早いの。よし。危ない。危ない。危ないよ今の。カーブっすよね。カーブの失投。スローカーブ。うわ。やばいな、ブランコです。ブランコはやばい、ブランコシュート必要やな、これ。ランナーいないとき、多分ブランコシュートあった気がしますね。めっちゃ深いです、内野。そうですよね。はい。グッ、
えぇ、ー、よし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 、えぐい。今のストライクかベースの今ボールギリギリでしたね。僕もボールになるかなと思ったんですけど、ね、入ってきた。いやちょっとボール要求だったんですね今実はね。うわいい、案外いいっていう話聞いた。いいっす、岩沢選手。岩沢選手もなんかプロスピやられてるみたいな。下手くそやけど阪神の選手は結構やられてる選手多いけど。言いますよ。ここよし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 、まずいなまずいな、よしよしよし、まず追いつこう。8番にロペスいますからね、この打線。打線がそう、下の方がすごいよね。そうなんですよ。DeNA はピッチャー厳しいんですけど、野手がやっぱ強いですね、OB 含めて。いや、ちょっといけるよ、いけるよ。よし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 。詰まったー。いただきます。ダメだ。やばいやん。いきます。やばいやん。あら、あら、出しとこうか、ここで。分かってますね。あの時打たれたあのボールいくよ。いやでもちょっとこれ、僕もやりづらいんですけど。そんなことないよね。打っていいですか？全然本気でいきますよ。ビビってるわ。いやもう贅沢すぎる。あら、入れるやストライク。おお、気持ちは。ああ、もう取り取らんかい。今危なかったゲッツーかと思いました。ほんまやで。藤川さん本人が使う藤川球児選手と対戦できるこの贅沢さやばいですよね。苦しんでるな、苦しんでるわ。きつそうですね。よし。そうですね、ご自身が使うご自身は使いやすいですか？全然もう使えない。全く使えない。この時ツーシーム最後の投げてたけどね、うんうん、タイガースの選手はね、あんまり球種とか言わないから、うん、コナミさんもなかなかつけてくれないんですよ、はい、厳しいですよ、タイガースの選手に対しては、うん、結構なんか球種少ない選手多いイメージですね。秋山とか多いけどね。あっ、あっ。こんなことあるんですね。え、今めっちゃ嫉妬なのに早かったっすよ、ボール。とんでもなく早かった。そんなことあるんですね。火の玉嫉妬ですから今。火の玉嫉妬です。来ましたよね、火の玉嫉妬。火の玉嫉妬初めて聞きましたよ。なんとか粘ってくれ。髪の毛長いな。熱そうやね。いや、これ今の見逃すか。めちゃくちゃ見えてんねんな、これが。高めのボール手出さないときついですよね、まっすぐだと。そうなんですよ。いや、取って、取って。ツーシームも後もありましたね。ツーシームも結構がっつり待ってました。だからスプリットをずっと手出しなかったんですけど。あ、そうやね。あ、見逃してた。ちょっとこれだけね、球数使わなきゃいけないですよ。なんとか乗り切りました。ナイスリリーフ。さあ、この回は何としてもございます、絶対に。ムービングがね、ちょっとムービングとこの今なんて言っちゃうとあるの？言っちゃうか？やっぱ福留さん苦手なんやね、ハマスターはね。ハマスター20丸ついてんじゃん。ついてますね、ちょっと。佐藤も場外打ってますからね。いやもう、やばい。僕は本気でいいから。やばいや、魔人さん出てきたやん。もうやれないんで、点は。フォーム変わりましたからね、佐藤輝明選手。固有になったんですよ、最近。あ、本当ですか。はい、もともと搭載なかったんですけど、最近アップデで。えらいな、これは、ね、早いね、迅速な対応です。ありがとうございます。よしよしよし。西フォーク苦手ですか。いや、当たってる、飛ばないです。あんまり対戦しない、してないですね、実際。長川も結構エグいし、長川投手も。はい、エグいです。うわ、今の落ちんかった。うわっ、オッケーオッケーオッケー。
オッケーオッケー、あれオッケーオッケー、あ、どうやったら抑えられる、タイムタイム、あ、大丈夫、守備固めとしては大事なんですけど、ここはもう3回だもんね、うわだったの、3割2分7厘40ホームラン125打点、今こんな選手いないですね、最近とんでもない数ですよね、改めて、うん、同級生同級生、同級生対決負けた、そう、大魔神選手と同級生、そう、あ、大学の佐々木選手ね、ピッチャーこのまま行くわ、藤川選手、うん、そう、よく僕ほとんどイニングまた入れたんで、そうですよね、大体複数回行ってたんで、実動シュートやな、ここは、いや、これ因縁のあの最終回と、行きますよ、じゃあ同じ配球で行くはずなんだ やっぱりそこ打てへんか、あの時は三振したけどね、クレイさんが見に来られたハマスタの雨の日は、あそこを最後空振り三振して一塁側で見てました、アメリカ行ったから、外にホームラン打たれて引退になったんやな、それはありましたね、そのホームランも、そこ山津選手 の最後の対決をめちゃくちゃ感動的でしたけどね、あれクレイさんどうしたんですか、ちょっと話が楽しすぎて、やばい、ちょっと待って、マジで負ける、なので今のエタマーな、マジで負ける、マジで負ける、本気で負ける、やばい、スナンコシフトしっかり引いてるじゃないですか、もちろんここはもうスタミナないんじゃないですか、いつもこんな感じであのイニングまたいでましたよ、いやもう動かないですね、球がね、まあ、よ危ない危ない、まあ、よ危ない、まあ、よ正解ですよ、3球勝負行こうとしてたから、どうこれ、よしよしよし、スタミナがもうないっすよね、多分、うわっうわっうわっ、そうなんです、そうなんです、それね、入ってるんですよ、スタミナがもうないから、こんなしか動かないんです、あれ俺、勝っちゃいました、クレイさん、マジか、裏企画まさか、なんもない、なんもないっす、ガチっす、マジか、最後のスイート、もう作戦通りって感じですよね、完全にずっとさ、その前1球外れたじゃないですか、はい、あれもアウトコースの低めで、キワキワで落ちないから、はい、もう残ってくれと思って、そこ3球勝負行きたいと思ってるところにタイムをしたじゃないですか、はい、変化量がバレる前に行きたいみたいな、いやーまあ、なんか嫌な予感したんですよで、やばい、このままじゃやばいと思ってタイム取って頭使ってみましたけど、あーテレした、何枚も、いやマルテ選手のホームランがきつかったです、あれはだから、近本が最初にインコースの高めのストレート詰まったじゃないですか、はい、絶対どっかで来ると思ったんですよ、だからそれをずっと待ってました、でも勝負はまっすぐって決めてたんで、僕はそのやられたまっすぐをその後の打者をずっと待ちながら他のボール対応して、はい、だその対応したのが他の球種だったんで、うん、絶対ストレートが残ってたんで高めのインハイのあたりは狙ってました、後で見てもらったらそのあたりにマーク置いてるので、そうですよね、カーソルを置いてるので、いや、そう置いてるので、いやもう本当に戦い方がトッププレイヤーとマジで変わりないんで、まっすぐ張って変化球対応できる人が上手い人じゃないですか、やっぱりそれを全部藤川さんがやられてましたし、できたわ、まあ、リアタイのプロスピの配球、プロスピ流の配球と現実のリアルの配球とハイブリッドが出ない、出ないです、藤川球児がやっと使いました、いやこれすごい動画ですよ、筒香選手のインコースのストレート、うん、あの三振取ってたあれをファーストゴロだったのと、セカンドの筒香シュートが、はい、で外選手に最後インハイのこの角の角からのツーシーム、あれを振らざるを得ないだろうなっていうのと、最後のスプリットやって良かったです、最終回の藤川さん完璧でしたね、はい、イニングまたいだ強いんですよ乾杯だということで、はい、ありがとうございました、はい、あのクレイさんのチャンネルですけれど、あのクレイさんと、はい、うちの息子がゲーム仲間で、はい、そういうつながりももともとあったので、もしよかったら、本人もまだ何も明かしてないんですけれど、クレイさんのこれから動画にたまに出てきたりすることも、うん、うちの息子はあると思いますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、息子をよろしくお願いしますなんかあれですね、お嫁にもらうみたいな感じになりましたけど、あの息子ができたら分かります、親の気持ちって、ね、もう息子をお願いします、それしかないです、皆さん
ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ藤川さんのチャンネルでもコラボさせていただいてますので、動画ぜひ見てください。よろしくお願いします。金引きやっちゃってますよということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。